今日はこんな質素な朝食からスタートです。おいしそう。おいしそう。食べていい？いいよ。質素なあのご飯なんですけど、この中にはにこたんのおすすめが2つ入ってます。どれが一番好き？3つ。あ、3つ入ってんの？何が入ってる？あ、そうね、太油麩だね。なめたけとペッタラ漬け。ペッタラ漬け。このなめたけはね、化学調味料無添加ってやつでね、自然食品店とか生協さんでよく売れてるやつです。そしてこっちのペッタラ漬けはね、美味しいんだよねこれね。この2つおすすめです。てってるで、なめたけも美味しい。そしてね、今ママが飲んでるこのお茶、最近の超おすすめです。あの咳が出る方に一回試してもらいたい、ビバの葉茶です。これね、色こんな感じだ。ちょっと赤っぽいね、ちょっとオレンジかな。赤っぽくても肌色、オレンジっぽいんだけどね。これすごいね、私たちのね体質に合ってるのかもしれない。すごいいいです。いただきます。美味しいね。あのね、うん、にこだね、この前ね、隣の席のりょうたくんにね、うん、あのね、これにこだの好き、あのお弁当、今日のお弁当何って聞かれて、ね、これだ、こういうのだったんだけどね、うん、白菜の煮物だよって言って、うん、それって美味しいのって言って、美味しいよって言ったの。今日もあっきりよーてってるー。今日のはなんだろう。あ、これチョコレートじゃない？え、本当？近くへも。おやつの時間じゃないのに食べていいの？いいやあ、チョコレートだ。どう？ということで、今日は12月19日のビログマスを撮っていきます。チョコレートの紙、この紙みたいなのをママのちょっとゴムにつけて、ここテープの足でやってみた。かわいい。かわいいでしょ、かわいいでしょ。チャイティーラテを一つと、チャイティーラテ、ホットのショートでお願いします。かしこまりました。あと、すいません、チョコレートチャンクスコーンを温めてもらっていいですか？温めで、はい、お願いします。はい、チョコがめっちゃ多いです、今日のやつは。チョコ
帰り。ないもん。どうですか。いいじゃん。今日はですね、今仙台駅に来てるんですけれども、あのね、仙台駅の東口の方に、これなんていう名前なんだろう。あ、ダンボピザファクトリー、あのダンボピザファクトリーというお店があって、で私たちね、ここにもう何年も前に1回だけ来たことあるんですよ。でめちゃめちゃ雰囲気が良くて、前にね行ったっきり、本当になんかこうずっとここには来てなかったので、今日ちょっとねニコタンが久しぶりにピザ食べたいということなのでね、ちょっとここが浮かんで久しぶりに来てみました。ということでね、今日はここでランチをしたいと思います。寒い。宮城県ではこのね、応援食事券っていうのを使える店が今私たちにとっては超ありがたくて、で、あの宮城県だけで使えるね、こういうお食事券が出てるんですよ。1万2000円分入って1万円っていうね、それをあらかじめ買ってあるので、それが使えるお店っていうことでね、めっちゃありがたいです。今メニューを見ていたら、バックリブとかあったんで、そう食べてみたいんだけど、ちょっとですね、量的にね食べれるかなって感じがするので、ちょっと最初に2品頼んで、それで食べれそうだったらバックリブも行きたいと思います。ちなみにみんなで半分こするよ、チョキチョキ。すいません、これってあの辛みを抜いてもらうことできますか。わかりました、はい。じゃあこれ1つ、はい、あとアメリカーナ。アメリカーナが一つ。これさ、いつ食べられる？このボリュームだとお肉食べれないな。じゃあまずは、大きいやつあげるね。じゃあこの大きいやつ。こうして、ポテトたくさん乗せて。すごい。そしてチーズ見て、チーズすごいね。でここにケチャップつけてって言うから、ちょっとでもかけすぎるというか、こんな感じで。いただきます。どう？私にとっては結構斬新でした。なんかどうだろう、普通のマルガリータでも良かったかも ね。でもなんかボリュームがねすごいあったので、ちょっとお得感がありました。しかもなんかこの雰囲気だしね、なんかちょっと久しぶりにここに来て良かったね。
なんかいつも前を通りかかるけど初めて来たんだ。失礼しました。アメリカーノの、はい、ホットのラージ。アメリカーノのホットラージ、はい。ご注意ください。ありがとうございます。すごい美味しそう。すごい見てこれ、もう垂れてきちゃう、垂れてきちゃう、すごい、いいよ、ママここから飲むから、すごい濃厚です、ねえ、垂れてきちゃう、あ、でもすっごい美味しい、これ、あ、これ、なくなった、あ、膨らんできた、これさ、クラシック70っていうちょっとビターなやつなんだって、ねえ、膨らんできるから早く飲んで、あ、スプーンの2つ、これすごい美味しい、これめっちゃおすすめです、めっちゃ美味しい、これクリームは上から食べた方がいいよ、しかもね、クリームちょっとママも食べてみていい、本当にどんどん溢れてくるんだよ、大丈夫大丈夫、よいしょ、うわーすごい、本当にどんどん溢れてくる、で、そしてちょっと今いくね、クリーム、いただきます、すっごい美味しい、これ意外とあっさりした上質なクリームっていう感じです、これいけちゃうね、こぼれちゃう、あ、美味しい、これ一回飲むと本当でママも、ヨコタもさ、これ飲んでごらん、飲んでごらん、全然いけるわこれ、暑い、暑い、本当、うわすごい、あのここだけ映してるとすっごい綺麗だけど、じゃん、下はこんなになってます、これ食べる時の注意点は上のクリームをすくっちゃうとその隙間からブワッとチョコレートが溢れてくるそうです、だからもうそこを急いで飲まないとどんどん溢れてきちゃう、注意点です、なんかすごいね、最初のなんかこう取っかかりが難しい飲み物ですけど、飲んじゃうとめっちゃ美味しいです、めっちゃハマる、超贅沢な飲み物です、ふーちゃんもちょっとこれ飲んでみて、これ飛ばすここに、上質だよ、
ちは上質です。めっちゃ美味しい。やっとこぼれなくなった。やっとだ。見ました。あのね、ニコタンのねスキーウェアとか、あとちょっとね他にも見たいものがいろいろあって、今日はねあのまとめて買いたいと思います。ということでね、ちょっとこの辺を今日はまた、今5時前くらいなんですけれども、ブラブラして帰りたいと思います。今日は朝からね駅で買い物をして、でそしてねちょっと夕方遅くなっちゃったんですけれども、三井のアウトレットパークに来てみました。今日はねもう本当になんかあの買わなきゃいけないものがいろいろあったので、あのまとめてお買い物の1日になったんですけれども、もう今日は疲れちゃったのでね、この後また、ご飯を食べて帰りたいと思います。はい、それではね今帰ってきたんですけれども、さらっと今日買ったものを紹介したいと思います。はい、これはねりょうちゃんが今日買った、ユニクロの極暖です。でこれね、あの私たち今までねヒートテックすごい有名でね、皆さんあったかいって言うんですけれども、買ったことがなかったんですよ。なんでかっていうと、あの化繊でねできてるから、あのそれがちょっとやっぱり気になって買ったことがなかったんですね。でもりょうちゃんはずっと着たい着たいって言っていて、で今年初めてねこの肌綿 100% コットンっていうのが出たんですよね。つまり言うと、あの肌に当たる部分は 100% で外側は化繊だと思うんですけれども、そんな極暖が出たので今回りょうちゃんがね買ってみました。男性用の上の肌着と下の肌着ですね、これを、一つずつ試しに買ってみました。そしてですね、次に紹介するのはこちらがコスメキッチンで買ったものです。これはねアルコールとか使ってなくて、まあ一応手肌に優しいということでね、あの電解水の、マルチクリーンウォーターというやつです。でうちでもねこれを使ってあのいろんなものの殺菌したり、あの手の殺菌したりしてます。でそしてこれはねりょうちゃんがいつも使っている、髪の毛のね頭皮ケア頭皮用ローションというやつです。これねどういうものかっていうと、これね中身はこんな感じになっていて、シャンプーしてねお風呂から上がった後に頭皮にシュッシュってやって頭を軽くマッサージしてるやつです。なんかいいか悪いかわからないけど、とりあえずあのなくなるたびにリピートしてるやつです。次
にですね、紹介するのは、まあ、紹介するっていうほどのものでもないんですけれども、今日ね、たまたま成城石井に行ったので、初めてなんですけれども、成城石井のジャスミン茶を買ってみました。うちはね、お茶がすっごい大好きな家なんですよ。りょうちゃんも私もジャスミン茶が好きなので、今日たまたまね、家で使ってるジャスミン茶がなくなったのでね、成城石井で見つけてこれを買ってきました。まだね、飲んだことがないので、美味しいかどうかわかんないんですけれども、まあ、多分ジャスミン茶の美味しい味がすると思います。でそしてね、りょうちゃんが大好きなレイズのサワークリームオニオンです。これを買ってきました。そしてこれはね、たまたま寄ったスーパーで、ゆずハワイサワーの楓ちゃんがね、インスタで紹介していたヤクルトのね、ヨーグルトなんですよ。なんかすごい美味しいって言ってたので、ちょっと興味があって買ってきました。でもね、ちょっとまだ私食べてないのでね、どんなものかわからないんですけど、ちょっとまたいただきたいと思います。でそしてね、私がこれ買っちゃったので、ニコタンがこれ買いたいということでね、セブンの2種のお芋かりんとうを買ってきましたね、ニコタン。そうだよ、明日のやつだね。おいしいよ。ラッキーナンバー1番パパ登場してくださいあ、クリスマスツリーのパレット撮って。はい、で今日今日りょうちゃんが買ったのがこのメイ100 の、 コットンニットセーターです。これトミーヒルフィガーで、ママに似てるやつ、似てるやつ。前にニコタンと2人でアウトレットに行った時に、私がすっごいりょうちゃんに似合うなと思ってね、絶対これ気に入るだろうと思って、でポイントはここの袖のところです。でなんかいらなかったって言われるのが嫌だから、とりあえず今日りょうちゃんと一緒に行ってね、確認して、りょうちゃんも気に入ったので買いました。これね、コットン100のニットって私すっごい好きで、おすすめなんですよ。なんでかっていうと、もう汚れてもザブザブ洗えるのでね、めちゃめちゃおすすめです。で意外とね、これあったかいんですよね。色違いでね、緑と黒っぽい、あれ黒だよね、紺じゃないよね、紺に見えたなんか 黒っぽい色もあったのでね、もし興味のある方はトミーヒルフィガーのアウトレットの方に行ってみてみてください。今だったら1万1000だっけ、1万円から 30% 引きだった。今だとこれが1万1000円から 10% オフで7700円でしたラッキーナンバー2番ママ登場してください。どうもラッキーナンバー2番ですはい、じゃあこれはね、バナナリパブリックで、バナナ、そう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 、食べたこれはね、バナナリパブリックで残り1点だったやつです。これはね、コットン 100% じゃなくて、コットン60とナイロン40 の、 混合なんだけれども、私はね、本当にね、コットン 100% がすっごい好きなんだけど、これは見た目だけで買いました。で、なんとこれがね、9000いくらが 50% オフで4000いくらだったかなめっちゃ安かったし、なんかこういうなんかこういうのと重ね着したいなと思って。で、色違いのベージュがあったんだけど、でもまあこっちの方がいいかなと思ってこっちにしました。どうだろう、ベージュが良かったかな。次はニコタンです。ピンクじゃあニコタンが着ているこのピンクのね、今日はスキーウェアを買いました。これね、コロンビアの130センチのスキーウェアなんですよ。で、実はね、これ買うのにすっごい長くかかってね、なんでかっていうと、この間ニコタンとね、実はスキーウェアを買いに行った時に140センチのやつを試着したんですよ。そしたらめちゃめちゃでかくて、もう本当になんかおっで着るの、本当にこんな感じだったよね、前140センチで試着したらね。で、お店の人にもちょっと大きすぎるんじゃないですかって言われて、で130センチのピンクを注文しました。そしたらね、意外とこれがもうドンピシャすぎて、ぴったりすぎて、来年着れないかもしれないと思ってね、っていう感じなんですよね。もうこんなにドンピシャだったら
140センチ買っとけばあと3年くらい着れたかもって思っちゃって、ちょっとって感じだね。でも値段がねめちゃめちゃ安かったんですよ。ネットでこれよりもね新しい新作の色で中身は変わらないっていうやつが値段が1万いくらで売れてて、これは前シーズンの色なんですよね。でも中身は本当に今出てる最新のものと変わらなくて、でも値段は5000いくらっていう超破格で、だからまあしょうがないかな。大きくなったらねその時はその時で考えます。でも今年はもう本当ぴったりサイズでね、めちゃめちゃ動きやすいサイズなので、これでもうガンガンまた雪遊びを楽しみたいと思います。はい、じゃあね次最後にねご紹介するのはこのキッチンマットです。これ広げてみて、うん広げてみて、こっちだね。これねキッチンマットを買いました。あと本当シンプルなねキッチンマットです。こんな180センチのね。あとこれだよね。そうそう、これはねあのバスマットとして買いました。これはね、でこれねあのアフタヌーンティーで買ったんだけど 20% オフ、それぞれが 20% オフだった上に2つ以上購入でさらに 10% オフっていうことでね、ちょうどねキッチンマットもねずっと同じやつを1枚だけ洗いながら使っていて、あの洗い替えが欲しいなと思っていて、でもなんかこう足元もね私は綿100にこだわるので、なのでねあのこれもやっぱり綿100です。これ綿100なの？硬いけど。これも綿100、すれば木です。はい、ということで今日はこんな感じで買い物の1日になりました。ちょっとねいろんなものをまとめ買いしちゃったんですけれどもね、でも全部必要なものだったのでまあよしということでね。ということで今回の動画を見てもしなんとなく面白かった、クリスマス気分一緒に味わえたと思っていただけたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー、バイバーイ。